物性物理学は物質の様々な巨視的性質を美視的な観点から研究する物理学の分野。量子力学や統計力学を理論的基盤とし、その理論部門を物性論と呼ぶことも多い。これらは日本の物理学界独特の名称であるが、しばしば凝縮系物理学に否定される。競技には、 固体物理学を指し、講義には、固体物理学及び、ソフトマター物理学、表面物理学、物理科学、プラズマ、流体力学などの周辺分野を含む、18世紀以前において、物理学は、物体の運動や、天体の運行など解析学や、幾何学によって説明できる分野を中心としていた。これに対して科学は、物質の性質をあるがままに、 すなわち博物学的に記述することが一般的であった。18世紀に発展した熱力学は物質としての気体の性質を挙手的な観点から現象論的に体系づけたものであり、これが物性物理学の基礎となった。19世紀後半になると物質の熱力学特性をより微視的な立場から体系的に記述する統計力学の考え方が本格的に導入され、 現象論に過ぎなかった熱力学に基礎付けがなされた。さらに20世紀前半には量子力学が確立し個体の結晶構造や化学反応を記述できるようになった。また最近では高分子や液晶、コロイド等を対象とするソフトマター物理学も物性物理学の一つの分野となっている。ただし日本において物性論あるいは 物性物理学という言葉が使われるようになったのは1940年代以降である。物性理論は理論モデルを用いた物質状態の性質の理解と関連する分野である。これには固体の電子状態モデルの研究、例えばドルーデモデルバンド構造、密度半関数理論といったものが含まれる。また、相転位の物理の理論モデルの研究や、 用紙上の理論や、繰り込み群に使われる数学的手法を応用するといった分野も発展している。現代的な理論研究は、電子状態の数値計算や、高温調伝導、トポロジカル秩序、ゲージ対称性等の現象理解のための数学の利用とも関係している。物性実験は、実験装置を用いて、 物質の新しい性質を発見することに関連する分野である。例えば、電磁場を作用させて、周波数特性や熱伝導特性、温度を測定したりする。よく用いられる実験手法には、X 線や赤外線、非弾性中性子散乱を利用した分光法や、熱的応答の研究、つまり、非熱や伝導による輸送熱の測定といったものがある。 フラーレン分子でできたナノ歯車のコンピュータシミュレーション。ナノ科学の進歩による分子スケールで動く機械の登場が期待されている。物性物理学の研究は様々なデバイスへの応用を生み出した。例えば、トランジスタ、レーザー技術、ナノテクノロジー、111ホロテシモで研究される様々な現象が挙げられる。 操作型トンネル顕微鏡の技法は、ナノスケールでの制御過程に応用され、ナノリソグラフィという研究分野を生んだ。量子コンピュータの分野では、情報は量子ビットで表される。量子ビットは、計算が終わるより前に素早く量子デコヒーレンスを起こしてしまうかもしれない。この重大な問題は、量子コンピュータが実用化される前に解決されなければならない。 ジョセフソン接合による量子ビット、自生体のスピン配光を用いたスピントロニカル量子ビット、分数量子ホール効果状態から得られるトポロジカル比、アーベルエニオン等、問題解決のためのいくつかの有望なアプローチが、物性物理学の分野から提案されている。物性物理学は、生物物理学の分野にも重要な応用がある。例えば、核磁気共鳴画像法は、 医療診断の現場で広く使用されている。a。カンデンスとマター・フィジク。ハットリ・チャードソン。ロバート・ c。エクスペリメンタル・メソツイン・カンデンスと。マター・フィジク・アトロー・テンプリチャース。アディソン。ウェズレー。isbn 九七八ゼロ二零一五ゼロゼロ二五。マービン・エルエッセイ。フィフティ・アーズ・オカンデンスとマター・フィジク。フィジカル。デビュー・レターズ101。 25万1ビブコード 2008phrvl 101y0001 シードイ10.1103 ファスリーブレット、101.250001、プミド1911万3681、http コロンスラッシュスラッシュ prl.aps.org スラッシュ edanonce スラッシュ physrvlt.101 e e ドット2500012012年3月31日閲覧コンテンスとマダーフィジック。 フィジック、ありがとうございます。